まあ、グレーゾーンですよ。あだから割と本当に周到にその日本人っていうのは、うん、まあ洗脳されてるっていうか、うん、今のままいくとね、はい、尖閣が取られちゃうし。そうですね、はい、まあ、だからこれだけそのなんでまあちょっと中国の動きがきな臭いというか、うんうん、まあ、要は台湾にねプレッシャーかけたりとかしてる中で、僕なんかすごいやっぱり今ちょっとね、逆に今のお話聞いて少しあ戦争ないのかなって安心したところがあるんですよ、うんうん、っていうのは逆にまあ今ちょっと日米同盟があって、やっぱ中国が結構バッと来て、で台湾は結構強硬に、あのまあ例えばあの F-16 買い増ししたりとかまあしてるみたいなところがある中で、じゃあ日本はどうなんだ、このままその僕たちは平和が好きですっていうことだけでね、乗り切れるのかなっていうのが、やっぱりね軍事力を強化しないとやっぱりダメですか、そこはダメですか、自衛隊をね強化しないと、それは脅かされるわけですよ。あ、はい、結局ね、結局戦争するぞ戦争するぞって脅かされるわけですよね、うんうん、はいはい、そしてね、これから大きな国同士がね、はい、国を挙げて戦うような戦争はないと、うん、どういうことが起きるかっていうとね、まあ、グレーゾーンですよ、尖閣諸島で今中国がどんどん入ってくるんですよ、はいはい、こういう事態が起きるわけです、うんうん、はいはい、でこういう事態の時にね、軍事力の均衡がないと、うん、中国がやることに対して日本がね、うん、これ排除することができないでしょ、できないですよね、はい、うん、また日本はねその排除する意思もないから、日本政府がね、はいはい、うん、なんか問題があると大変だと、うんうん、それはもともとはといえばね、日本の、まあ、財界が主導してね、はい、生産拠点を中国にどんどん移していったわけですね、はい、かつて、で生産拠点を中国に移す、そんなに移すのはいけないと、この間亡くなった李登輝さんが言ってたわけですよね、はい、それは生産拠点を中国に移すと、これが政治的に利用されてね、うん、必ず ね、 確かにですね、うん、損害を被るから、うん、絶対にそれダメだと、うん、いうことを李登輝さんなんか言ったけど、はい、結局とにかく安く作って儲けようということで、うん、日本はもう経団連なんかが率先して ね、まあ、ね、生産拠点を中国に移した、はいはい、それで今中国にね、はい、結局翻弄されてるわけです、うん、そしてね、会社が生産拠点を中国に持ってるから、うん、中国と関係が悪くなるとね、はい、困るわけです、まあ、そうですね、会社がね、うん、それがね、中国と問題を起こしてくれるな、うん、尖閣に来てもいいから、うん、大人の対応、冷静な対応だって言ってごまかしてるわけですよ、うん、そのね、大人の対応、冷静な対応をもうね、30年も40年もやってたわけでしょ、うん、その結果、じゃあ尖閣をめぐる状況とかは日本にとって有利になりましたかと、うん、これがね、どんどん大人の対応、冷静な対応の結果、はい、その日本にとって有利な状況が出てきてくる、出てきてるんであればね、それは大人の対応、冷静な対応も正しいわけですよ。しかし30年間ね、大人の対応、冷静な対応ってことをやってきて、状況はどんどん日本に不利になってる、うん、そしたら大人の対応、冷静な対応と間違ってんじゃないかって考えて叱るべきでしょ、うん、はいはい、でも自分の会社はなんとかね儲かれば、まあ、まあ他のことは知ったことじゃないっていう、そのまあいわゆる経済界のね、はい、そのいわゆるサラリーマン社長が多いから、うん、そうなってることがね、結局中国に対して毅然とした対応を取れない、はい、その結果どんどん馬鹿にされて、どんどん権益を失っていくってことですよ、うん、で国際法というのは実績主義だから、はい、この中国が自由勝手に尖閣の運用を動き回るという状況が30年も50年も続けば、うん、昔からこうやってましたってもう言われちゃうんですよね、うん、そうすると尖閣は自然に中国の海になっちゃうということですよ、うん、だからね、そうですね、これはね排除しなきゃいけない、うん、だから日本では海上保安庁が、まあ、平時の警備をやるわけですね、はい、海の警備を、はいはい、海上自衛隊は警備できないんだから、うん、参加できないんだから、そうですね、はい、でその海上保安庁がやるけど、海上保安庁も武器が使えないわけですよ、うん、その刑法36条37条の正当防衛、緊急避難に該当する場合以外武器使えないでしょ、はい、だから海上保安庁もね、放水、過激な放水を対応するわけですね。だから私はあんな過激な放水はね、やめて、もっと穏やかに銃撃して沈めたらいいんだって言ってるわけですよね。だからそんなことしたら戦争になるじゃないですか。うんうん、そう、そこですよ。なりません、絶対。そこら辺も知りたいですね。ならない。はい、これはね、去年もね、韓国の巡視船がね、中国の漁船沈めてますよ。はい、漁師が一人死んでますよ、はいはい、で。韓国と中国戦争やることになりましたか？ならない。うん、世界中でですね、結局、よその国の例えば領海に入って出てけという軍の指示に従わなければね、銃撃されて沈められても文句言えない、うん、これ国際法的に合法ですから、はいはい、それは日本以外の国はどこの国でも普通にやるんですよ、うん、太平洋のパラオって国があります、はいはい、これも7、8年前にね、
中国の漁船を銃撃してで沈めて、うん、漁師8人ぐらい拘束しましたよ。なるほど、はい、パラオって人口2万人の国ですよ、うん、この2万人の国がちゃんと国際法に基づいて行動する。なるほど、はい、でじゃあパラオと中国戦争になったらならないでしょ、うん、だけども国際法に基づいて対応できないのは日本だけなんですよね。ちょうど今だから中国が、うんまあ、尖閣の、まあ、日本の海域に来ても、うんまあ、何もできないということですね、今の現行の法律というか憲法では、うん、だからそれは中国は十分よく知ってるわけです、うん、ってことですよね。そしてね、それは憲法を改正して自衛隊を軍と位置づけないと、はいはいはい、自衛隊だけがね、うん、世界で唯一国際法で動けない軍隊なんですよ、うん、国際法とは何かっていうとね、はい、いわゆるやってはいけないことが決まってる禁止規定なんですよ、うんはい、これとこれとこれをやってはいけませんよ、うんうん、あとは何でもやりますというのが世界の軍隊は、はい、これに対して日本の自衛隊だけがね、うん、これとは全く違って、うん、警察と同じね、法律的根拠があってやっていいと言われたことだけ例外的にできるということ、うん、だから例えばインド洋に自衛隊を派遣する、はい、海上自衛隊をね、はい、外国の艦艇に油を給油しなさい、あとはイラクの安定のために陸上自衛隊を派遣する、航空自衛隊を派遣するとかいうときにね、派遣するにはイラク特措法という法律が必要、テロ対策特措法という法律が必要でしょ。これは日本だけがこれ必要とするのは、よその国ではこんな法律いらない。そうですね、大統領とか総理の決断一つで軍を派遣できるわけです。でもっとも、その例えば2ヶ月以内3ヶ月以内にね、議会の承認をいなければいけないとかいう縛りはかけてますけどね、日本の場合は法律を作らない限り派遣することはできない、うんうん、ということなんですよね、はい、だからインド洋に派遣された海上自衛隊の艦艇が目の前で海賊に襲われている小生を見たと、うんうん、助けていいのか、うんうん、これ、はい、助けることは違法行為になる、そう助けちゃいけない、うんうん、よその国の艦艇であれば、ね、すぐ助けますよ、これ、うんまあ、そう当然そう。でも日本だけそれできないということですよ。アメリカはどうなんですか、その日本が今その自衛隊がまあ軍隊として認められてないことを、例えばタイも中国がもう仮想敵国と決まった以上、そこをそのなんていうかパワーでそのこじ開けようっていうふうにはしないんですかね。そこはどうなんでしょう、その件は。アメリカはね、はい、そんなに真面目に日本のことを考えてない。そうですか。日本がね、はい、考えなければね、アメリカはね、もう日本がそうなってくれないとアメリカが困るという時だけはそうしてくれています、うんはいはい、で困らないからあんまり、うんうん、まあそうですね、うん、だからそこまで日本に行ってくることはないですね、うん、で、はい、アメリカがストロングジャパン派という、はい、日本にもっと強くなって普通の国になってくれて、うんはい、ストロングジャパン派、はい、これは少数派、ウィークジャパン派というと日本はね、今のままずっとこう弱くね、アメリカの言うこと聞く体制で抑えとけっていう、うんうんウィークジャパン派というのは多数なんですよ。だからね、その日本に対して、強くなってくれと言ってくることは私は多分ないと思うんですね。どうですか、その、まあ、日本はじゃあちょっとさっと、今台湾がね、うんそのまあ、中国からのプレッシャーを結構受けて、うんうん、割とまあ頑張ってるというか、うんうん、すごくやっぱり例えば中国 の、まあ、戦闘機ちょっとミサイル撃ったりしたとかという話も最近聞きましたけど、今後どうですか、中国と台湾というのはどういうふうになっていくと予測されますか。現状維持でしょうね。現状維持で続けられますか。続けられますね。あ中国はね、はい、例えば台湾をね、はい、戦力差がもう今だいぶできたから、うん、簡単に攻略できるかってそんな簡単にはいかないの、なかなか。だアメリカが第二次大戦でね、はい、大戦力を持って硫黄島に向かってきてもね、はいはい、硫黄島がそんな簡単に落ちないでしょ。うそうですね、沖縄本島が簡単に落ちないでしょ、はい、だからね、台湾を落とすとか言ったら、ね、相当な期間がかかりますよ。だからね、その間人の経済とかそういうことがダメになるから、それにじゃあ中国という国自身が耐えられるかということがありますよね。うんとね、戦争というのはだから結局そんなに簡単にね、うん、サッカーの試合をやる、ラグビーの試合をやるみたいなのはできないわけですよね、はいはい、うん、準備をしてね、半年以上準備しないとできないでしょうね、はいはい、でこの自衛隊もね、毎日何やってるかというと、自衛隊がやってることはまず中国とか韓国とか周辺の国軍がね、今日はどういう動きをしてるのかということを毎日毎日監視をして、はいはい、軍事情報の収集ですね、うんうん、だから今日中国が戦争の準備をしてるかということをね、うん、
ずっと見てて、毎月毎月、まあ、合意書の中では、あの今月まだ中国は戦争の準備を始めていませんという報告があってるはずなんです。そういうことですか。うん、だから来月の終わりにまた、あ、今月もまだ中国は戦争の準備はしてませんという。で、あの一時習近平が全軍に、ね、はい、戦争の準備をしろと指示をしたというのは新聞とかで流れたことがありますね。ああいうことが、ね、マスコミで流れてる間は絶対準備してませんね。あ、そうなんですか。戦争というのは奇襲攻撃が基本ですから、そうですね、はい、本当にやるときは黙ってやる、やらなくてただ威圧のためにね、はいはい、相手を脅かすときにマスコミにわざわざそういうことをリークするわけです。なるほどな。だけどということはもう今の現状だと、うん、まあ、今日本のほとんどの国民は、うん、まあ、無関心、うん、無関心、要するにこういうことに対して別に今のままでいいんじゃないという感じで、うん、ということはじり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 、まあ、尖閣が例えば事実上占領されるみたいなふうになっていくってことですね。うんうん、まず今のままいくとね、はい、まず尖閣が取られちゃうし、そうですね、はい、今ね、今度中国はね、沖縄にもものすごい攻勢をかけてます、うんうん、はいはい、今沖縄の新聞、うん、琉球新報とか沖縄タイムズとか、はい、沖縄のテレビ、ね、はいはい、これは結局日本が今コロナとかで景気が悪いからね、うん、広告料入んない、まあそうですね、これ中国からね金がいっぱい出る、うん、どうしてね、中国に反するような報道がしにくくなるわけですよね、うん、はい、いわゆるその金で中国マネーで籠絡されるわけですよ、うん、それで危ないということに沖縄の人たちに知らせないわけです、うん、しかしその裏ではね、はい、中国が沖縄の土地を買ったりね、うん、そうですね、こう人をね、うん、この沖縄の人をね、はい、スパイ に使っていろいろこう策をしたり、ね、うん、はいはい、そういうことが今すごく行われてますよね、はい、だからそういうのに対して対抗するためにはやっぱり、うん、あの土地はね、うん、外国人がその目的もなく広大な土地は買えないとかね、そうですね、はい、スパイ防止法とかをやっぱり制定をして、うんうんうん、あのよその国ではね、外国人がこのその国の人と同じような行動をすることっていうのはね、うん、基本的にできない、そうですよね、はい、日本だけはね、外国人も日本人も全く同じことができる、うん、スパイ防止法がないから、うん、だからこれをね、結局スパイ防止法を作ろうとすると、はい、その国民を監視する機関とか言って日本の左翼が騒ぐわけでしょ、うん、でそれは左翼に金渡してね、うん、中国なんかが工作してる可能性は十分ありますけどね、うんうん、はい、だからだって左翼が強く反対することが大体正しいんですよ、うん、正しい、ね、まあそうですよね、まあまあまあそうかもしれない、左翼っていうのは本当に大したもんでね、はい、うん、常に間違った方向を目指すんだ、うん、この惚れ惚れするぐらい間違ってないやだけど、ただまあもうほら日本沖縄だけじゃなくて日本のその大手メディアも割とやっぱりもうそういう意味では広告費がやられてますね、やられてるじゃないですか、ね、おそらく中国マネーがどんどん入ってると思う、ね、中国にマイナスなニュースはまあほぼ流さないですよね、そうそう、うん、だからテレビのコメンテーター、うん、みんな左巻きばっかりでしょ、まあまあまあそうだと、みんな大体体が左傾いてますよ、うん、ね、うん、こうやっとこう、うん、そうそうそこなんです、だから、うん、だからまあこのなんか僕もちょっとそこの渦中にね、渦中というか、うん、まあ本当左の人たちと付き合、うん、まあ、お付き合いしたことがあるけど、うん、居心地はすごくいいんですよ、ああ、要するに僕たちの仲間になれば、うん、大手メディアに出してあげるよとい う、 こう世界が広がっていて、うん、ね、で一人一人の人たちは割とその柔和で、なんて言いますか、そんなガスギツあのなんつうかな、ガツガツしてないというか、そうですね、僕もだから変な話、小沢一郎さんと飯食ったこともあるし、うんうん、あの原口さんとかもあの辺と飯食って、ね、うんうん、山本太郎とかも飯食ったことありますけど、うんうん、でそことまたメディアもつながってたりして、うん、ですごくなんていうのかな、僕たちの仲間になれば、うん、居心地がいい、あの居心地になるし生活、うん、あの保障されるよ的 な、うん、なんか雰囲気が出てくるんですよ、それに対してね、右翼っていうのは怖いんだと、そうそうそう、だからそういう風になってるじゃないですか、だからこの街宣車を走らせてるのはね、うん、あれ左翼である場合が多いんですか、なるほど、左翼がね、右翼って怖いんだぞってイメージを与えるために、はいはいはい、左翼がね、うん、あの偽装右翼になって街宣車を走らせてる場合が多いんです、なるほど、はい、そう、だから割と本当に周到にその日本人っていうのは、うん、まあ洗脳されてるっていうか、うん、周到ですよね、本当にね、うまくやってるなっていうのが、